はい、皆さんこんにちは、タノン治です。今ですね、ビラインターナショナルサーキットっていうね、レース場に、来ています。ちょっとね、入り口で聞いたら、あ、どうぞ見てってっていうことで、まあタイ人らしい優しさがあって、まあ見れますんで、ちょっとね、見ていきたいと思います。車どこ止めるかちょっとわかんないんですけど、まあちょっと行ってみましょう。目的地に到着しました。お疲れ様でした。なんかレースしてんのかな。はい、今ね、レース場こっち側に、ね、なんかちゃんとしたコースがあって、こっち側がなんか なんていうんですかね、そんなにしっかりとした感じじゃないコースがあります。なんかバイク走ってるんですけど、カートですかね、バイク走ってますけど、まあカートの、まあなんていうんだろう、サーキットというか、そういうところになるんだと思います。まあ、こうやってね、何人かタイ人の方いらっしゃって、バイク好きの、ね、方が集まっているんですけど、走れるんだったら走ってみたいんですけど、まあちょっと無理そうなんで、あんま余計なことは聞かないようにしますけども、なんか、あ、カートできるな、カートかな、はい、先ほどのね、ところが隣のコース来ましたけど、こっちはね、しっかりしたコースですね。さすがにF1 ってわけにはいかないんでしょうけど、なんかまあ結構しっかりとしたコースに見えます。あそこ出口開いてんですよね。車って入れないのかな。ちょっと走ってみたい気がするんですが、誰もいないんですよね。YouTube 的にはちょっとこれ走った方がちょっと美味しい絵が撮れるんですけど、ちょっと誰もいないんですよね。もしどなたかちょっと、いや、こうすればここ走れるよみたいなことご存知な方いたら、ぜひコメントをいただければと思います。はい、先ほどのところからちょっとね、移動しました。ここね、開いてんですよね。で、禁止ともなんともなってなくて、ここコースなんですけど、なんかすごい走りたいんですけど、走っちゃまずいような、いくらなんでも。はあ、あ、今誰か行きましたね。いいなぁ、これ走らせてくんないかなぁ。一応何も何とも言ってなかったんで、コース入りますね。まあこれ普通のアスファルトですね。だからどうなんだろう、うん、まあF1 とかっていうんじゃないでしょう。あ、でもあれか、シンガポールとか普通の公道でやってますもんね。どうなんだろう。はい、じゃああんまりね、ちょっと入って目でも誰も何にも言わないんですけどね。あ、もうちょっと歩くか。はい、まあこんな
ところになります。私全然ちょっとね知らなかったんですけど、もし何かね詳しい方いらっしゃればね、コメントいただければと思います。あ、結構奥に広いですね。細長いコースなんでしょうね。あ、なるほど。はい、1回切ったんですけどね、まあ、せっかくだからバックストレートっていうんですか、まっすぐのところ来ました。まあ、レースやってるわけじゃないんで、こうスタート地点ですね。あー、なるほど。こう登ってって下るスタートなんですね。はい、こんな感じです。タイもね、F1 引っ張ってこれればいいですね。ブリラムにね、サーキットあるんですよね。立派な。ここもちょっとね、動画上げたいと思っているんですけども、ブリラムユナイテッドっていうサッカーチームのね、ホームスタジアムのすぐ隣にあるんです、サーキットが。そこもね、ぜひちょっとね、上げていきたいと思います。はい、結構ね、奥歩いてきたんですけど、広いサーキットですね。これ、歩いて誰も止めないんでね、来ちゃいましたけど、これって普通なんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、スタッフらしき方ね、何人かいたけど、何も特に、行ってこないんで、まあ、大丈夫なのかなというふうに思います。あ、これピットか。あ、これピットから出てくるところですね。で、こっちが本コースと。こういうとこですね。今車ね、走ってる方いますね。はい、上のね、高台じゃねえや、観客席登ってきました。まあ、これ結構見栄えいいですね。これはなんか見てる感じがします。これ彼ら何やってんですかね。テスト走行かなんかしてるんですかね。はい、でこの後ろに、まあ、カートコースでしょうね、バイクでもいいのかもしれないですけど、まあ、こんな風になってます。まあ結構ね、本格的なコースなんで結構驚きました。ちょっとね、一周してみたかったんですけどね、ちょっと係員みたいな人が誰もいなくて、でちょっと実は1人、まあ、ピットにいたお兄ちゃんに聞いたら、ちょっと事務所行って聞いてくれっていうことで、もしかしたらね、走れた可能性ありました。ダメだって言われたら諦めたんですけど、事務所行きゃね、場合によっちゃいいんじゃねえのみたいな感じだったんで、
っとね聞いてみたかったんですけど、ちょっとねそういう事務所がちょっとよく分かんなかったのと、あのスタッフがね食堂の、まあ、お姉さんとそのピットのちょっとねスタッフの、まあ、お兄ちゃんだったんで、まあまあちょっとしょうがないですね今回は、まあ、あんま余計なこと、まあ今実際彼らこうやってね走ってるんで、あんまそこにね僕が混じったらちょっと事故になるんで、まあさすがに、やめようとは思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。